なんてことを。ねえ、まあ、どうや？うん、行くで。ユキト、ねえ。ああ、どうや？そうやな。なあ、ねえ、あ、ちゅうことは信じられるものか。何？そうやな。それじゃあさ、
うるさい。とにかく。なあ。ちょっとええか。やだ。なんや。やだ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 よ。これは。そう。よう言うわ。工藤。なあ、どうや。いや。工藤。ああ、ねえ。そう。何？うん。これだ。バカな。これは。つまり。そう。これは？なるほど、そうやな。まさか。いや。信じられるものか。そう。バカな。ねえ。信じられるものか。参ったな。首の後ろまではチェックしてなかったからな。
ユキと。なんだ。てっきり本物は事故の時に亡くなったと思ってたのに。ホズミがずっと蔵の中に隠し持っていたわけか。正体、現しおったな。びっくりだよ。まさか僕までたどり着く人が現れるとはね。やっぱりあなたが黒幕なんだね、千草ユキトさん。嘘だ。信じられるものか。あのな、うるさい。嘘だ。全部嘘に決まっている。ユキトが俺を騙していただなんて。ぬいぐるみの中に機械を隠してルナを装っていただなんて。そんなこと、そんなこと。小型のパソコンに、それは盗聴器の受信機。完璧な証拠やな。ごめんね。残念だけどそういうことなんだ、パクさん。今度こそたどり着いた。あなたこそが本物のルナだ。ねえ、さあ、そういうことや。だけど、いや、
つまり、なるほど。嘘だな。ユキト。僕は信じられるものか。いや、何？きっと、そう。白さん、だってユキト。まったく。ああ。アクさん、どうかな。ああ。きっと。嘘だ。
そうだね。僕は そういうことや。ああ。なあ。だって。なるほど。そう。ユキト。ああ。そうだよ。ほら。ちゅうことは。そう。なんや。そう。これはゲームなんだよ。なんやと。ハルナの敵を討つためだけに必死で作り上げた一世一代のゲームさ。ゲーム版はこの対象外、そしてコマは君たち自身。もっともゲームマスターである僕のところにまで牙を届かせる者の出現はさすがに想定してなかったけどね。これがルナの正体か。自分では一切手を下すことなく耳元でささやくだけのファントム。